アロハ、クワマガプラ編集部の大木です。今回もですね、大木のおすすめ商品をご紹介したいと思います。今日、通勤するとき雨すごいひどかったんですよ。で、毎回雨がひどいとき、僕釣り具用のレインウェアを着て、まあ出社するんですよ。なんせね、釣り用のレインウェアって強いから。そうなんです。今、この着てるレインウェアが今回のおすすめ爆買いアイテムになります。こちらの商品、DR2222J、レインマックスストレッチレインジャケットになります。2が4つでございます。これですね、ちょうど2年前に買ったんですよね。2022年度に発売されたモデルで、結構ダイワさんって今もうここ数年おしゃれなレインウェアというかかっこいいデザインのレインウェア多くて、でラインナップも本当に値段帯も幅広くあって、まあハイエンドなんだとゴアテックスのものだったりとか、まあリーズナブルなものだと、まあダイワさん独自の糖質防水加工のレインマックスを採用したものと幅広くあるんですけれども、まあこの2222J は、中間に値する位置のレインウェアになります。まあ、値段帯も、メーカー本体価格で2万9000とかそれぐらいかな。実質だと2万3000ぐらいで買えるんですけど、実店舗だと。それぐらいの価格帯のもので。で、じゃあなんで安かったりとか、ハイエンドなものに振らないで、この中間帯を買ったかというと、まあ値段帯もそうなんですけれども、個人的には、この、まあ製品名、ストレッチっていうところが結構キーになります。ストレッチ。結構自分ですね、まあどの釣りもそうなんですけれども、まあおかっぱりが大体、まあシーバスだったりバスもおかっぱりが主体で、結構動く系の釣りをするんですよね。で、実際に取材も割と、まあ、ソルトの取材も船よりかは結構やっぱりショアで歩いたりだったりとか、まあエギングもバスもそうなんですけど、結構歩いたりとか、そういうアクティブな釣りの取材をすることが多いんですね。ってなった時に、まあ動きやすいのがいいんじゃねえかなと思って、まあ一昨年度新調したんですよね。でこれ本当すごいんですよ。その名の通りストレッチがめちゃめちゃ効く。結構まあゴアテックスのものとか、まあ、安いものだと突っ張ったりとか動きにくかったり、まあ最近はだいぶ減ったんですけど、そういうものも割とまだちょっとあったりもするんですけれども、これはもうストレッチがすごいです。っていうかもう裁断の部分、加工のところで結構ストレッチ性を、まあ効かせてるんですよね。普通レインウェアって、結構いろんな素材を使っているものがあったりするんですけれども、まあナイロンとポリウレタンっていうのを結構組み合わせて使ってたりするんですけれども、これに関しては、ナイロン 100% のレインマックス 2.5 っていうのを使ってて、割と動きやすさを重視したものになってます。まあ防水透湿性もそれなりに高くて、で、まあ、その動きやすさと、あと強さ、耐久性も結構、にも優れた、ものになってます。自分、171センチの、70キロ台になっちゃったんですけれども、まあ、M サイズでこんな感じになってます。ちょうどいい感じに切れてます。で、まあ、レインウェアなので、変に個人的に厚着はしないかなと思って、これにロンティーだったり T シャツ、まあ、中に着て、まあ、取材とかに行ってます。で、それでなんか結構、まあ、気持ちよく着れるというか、まあ、ちょっと肌寒い時期とかでも、秋から春、秋春、あとは初夏とかでもこれでいけます。はい。あと、これ結構個人的に好きなのは、ここですね。この素材。結構、ここは、ポケットの部分を開けると、ベンチレーション機能が結構、しっかりしてて、通気性もすごく高いんですよね。なので、まあ、これから5、6月の、6月に入っての、まあ、梅雨の時期とかでもすごい着やすいというか、まあ、もちろん雨降ってる時はここは水入っちゃうので閉じるんですけど、まあ、ちょっと曇ってる状態で雨止んでる状態をここに、を開けて、まあ、通気性を良くして、まあ、蒸れないようにさせるっていうこともできます。もう一点気に入ってるのが、袖口ですね。袖口って結構、マジックテープでピッて止めるものがほとんどなんですけれども、こういった感じでですね、袖口が二重構造になってて、いちいちそういうのがない機構になってます。きっちりこう裁断されてて、
めちゃめちゃストレスフリーなんですよ。まあこれで時計つけても全然 OK だし、僕はあんまり時計はつけない派なんですけど、すごい解放されたというか、全然水も入ってこないですし、めちゃめちゃさらに動きやすいというか、はい、釣りをしてても全然ストレスがないです。あとはまあフードのところは、まあ一応こういう後ろにちょっとベンチレーションのこう機能があるんですけれども、個人的にここら辺あんまいじってないです。キャップかぶってこうやっていつもやってるんで、それで特に入ってきたりはしないので、はい、快適です。で、まあこれに実はパンツもあって 222P っていう形でパンツもあります。まあもちろん上下セットアップで買ってるんですよね。まあこれもこれで本当に動きやすくなってて、まあ素材もナイロン 100% で同じように動きやすい素材にはなってます。はい。でこれを買ってからもう2年経つんですけど、まあいろんなロケ、まあ海も川も、まあ湖、まあため池とかそういったところでいろんなシチュエーションで使ってるんですけれども、今のところストレスは一切ない。むしろ今まで買ったレインウェアの中で一番なんか使い勝手がいいレインウェアになってます。はい。あとはまあこのレインウェア、レインパンツを履かないときは、まあ以前紹介したブッシュパンツとかも履けば本当におかっぱりは無双というか、すごく動きやすいかなって感じです。いつもそれでまあ釣りにも行ってるし、ロケも結構それはなんか黄金コンビみたいな感じになってます。はい。でまあ先ほども言った通り、すでに廃盤です。で今年のカタログにはもう落ちてるんですけれども、去年までのカタログには入ってたので、まあまだ釣り具店で残ってるところもあれば、さっきちらっと見たんですけど、アマゾンでもサイズとかカラーは選べないんですけど、ちょっと残ってたりもします。なのでまあ気になる方はチェックしてみていただければなと思います。まあ2万円前半でここまで結構なんでしょう、アクティブに考えられたレインウェアってそんなに多くはないかなと思いますし、むしろ最近のそのダイワさんのまあレインウェアのその力の入れ具合というか、すげえなと思ってて、これこのモデルじゃないんですけど、まあ腰巻きのライフジャケットとポケットがこう一体型になった、なってストレスフリーになったモデルとかもたくさんリリースしてるんで、まあそういったモデルとこのストレッチ性を合わせたものが今後できるんじゃないかなと思って、個人的にはそれは期待してます。ということで、これが今年で、3年目になりますが、ガンガン使わせていただきます。メンテナンスもして、でまだまだいけると思うんで。あとまあダイワさんのレインウェア、結構まあ通勤でもあれ着てたりっていうのはあるんですけど、はっきり言って全然ダサくないです。全然着てても違和感ないので、まあ釣り以外の場面でもぜひとも着ましょうよ。こんだけいいレインウェアなんですから。はい。ということで、次回も乞うご期待。バイバイ。